札幌光星中学校、高等学校は、北海道札幌市東区北13条東9丁目1、1の1にある、学校法人札幌光星学園が運営する、私立中学校、高等学校である。生徒数は1533人、教職員数は94人、事務職員数は16人である。1933年7月、 カトリック札幌教区長ベンセスラウス、キノルド司教により札幌光聖少業学校が設立され翌年4月開校。戦後すぐに学校運営がカトリックマリア会に移管され新生中学高校開校。マリア会運営の国内で4番目の学校である。1970年3月に中学募集を停止閉鎖したが1994年に 中学募集再開2008年春より中高ともに教学化中学から入学の者のについては2011年度から真の学びを追求するルックスプログラムコースがスタートした高校からの入学の者のには入学試験の結果によってステラコース、特進コース、分離コースの3コースが設置されているまた2021年度より特進コース 分離コースが合併され、ステラコースとマリスコースの2本立てとなった。2009年度から週6日制である。定期交差後には、教員の採点時間確保の意味合いも含め、温衆日が設けられている。入学試験の点数で基準を満たすと特待が与えられ、A 特待 B 特待があるが、学期ごとに審査があり、合格、剥奪の可能性もある。学校の周辺地区が、 光成築と名付けられて整備されており、学校の周辺には光星の名を冠した施設や店舗が多く見られる。ベンセスラウスキノルド司教は1911年に天使病院を設立。司教はさらに札幌の子供たちのために教育活動を行うことを目標とし、まず1924年に札幌富士高等女学校を創立し、 その後日本の教育の模範となるような男子中学校、設立を決意して1931年、中学校設立の認可を申請した。札幌光星学園は、1933年の創立以来、地の塩、世の光の精神を、我が身に体現することのできる人材の育成を目指して、その教育を推進している。本学園の運営母体が、マリア会であることから、 聖母マリアを示す、星を中心に据え、世の悪に対する聖母、マリアの勝利を示す、月景冠を周りに配したものである。元来、パリのマリア会運営の名門校、スタニスラス学園の交渉であったものを、マリア会に運営が移管されたのを機に、これを採用したものである。男子の制服は、姉妹校である、行政中学、高校、明星中学、高校、 海正中学、高校と同じく7つボタンの爪襟になっており、フランスのサンシール陸軍士官学校の制服をモデルにした伝統ある制服となっている女子の制服にはコムサデモードスクールレーベルを採用し、洗練された大人っぽさが光るシンプルなブレザースタイルを上品な女子生徒を象徴するデザインで仕上げたコムサデモードのトータルコーディネート。中高6カ年コースと、 高校三加年コースで、それぞれ、リボンとスカートの柄が異なる。多くの学生が大学に進学。大多数の生徒は、北海道大、北海道教育大、北海学園大、マーチ等の大学に進学する。2021年度より、マリスコースが導入され、今後難関大進学者の増加が見込まれている。ありがとうございます。